ざっす。何それ。おい、こういう感じですね。こういう感じですね。ざっす。ざっす。ざっす。どうしてもね、桜島が俺を取れ俺を取れってね、もうすごいうるさいんですよ。初っ端から嘘ですね。どうですか今年は、はい。目標とかあるんですか。YouTube で来て、ちなみに YouTube で来て。何ヶ月経った？ 1 年。今で9ヶ月とか。もともと経験があって、今どれぐらいだ？3年。3年終わった感じか。終わった感じです。終わった感じで、今実際に現場を頭で行ってるんですよ。どう、楽しい？最初はやっぱ大変ですけど、うん、まあやっぱ自分で動かせるようになったら楽しくなるんですね。そうだよね。自分で全部段取りから打ち合わせとね、営業か管理か、管理と営業と打ち合わせして、こういうねリーダーがいっぱい増えてったらいいやん。トップハンドした。いいですかね。そう。うちの位置職人で悪いんじゃなくて、現場を回す人になってほしいよね、やっぱ。今日何するんですか、先生。今日は今軒天塗装ですね。軒天、はい？軒天？軒天って何ですか？はい。軒天って何？あげ裏っすね、うん。一番最初に入る塗装です。うん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 。なんでそれを今1回目入れて、今から上塗りかける感じです。軒、はいはい、天塗装はちなみに何の塗料ですか？ケンエースっていう。これ？はい、軒天材です。これ？はい、これです。重たいな、これ結構重たいです。ケースは壁には使わないの？壁には使わないですね。湿気とかそういうのにも強いっていう材料らしいので、うん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 、壁には基本使わないんで。簡単なの塗るのは？材料は塗りやすいですけど、うん、でも軒天自体がやっぱ塗りにくい。この塗り方がやっぱ大変なもんで。そうなんだ。一液だもんね、これ。一液です。そうなんだ。これ結構顔とかに飛ぶんですよ。飛びます。上見てね、こうやって塗るもんね。しょっぱなから飛びます。そうだよね。こうやって塗っとると飛んじゃうもんね。みんなこうやって塗る。逃げながらする。実際ちょっと解説してもらおうかな。はい。レッツラド。ちょ、まずね、俺すごい嬉しかった。養生がめちゃ徹底しとる。ちゃんとね、この瓦も全部やったのもんね。これちょっと映せます。これ当たり前のことだと思うんですけど、結構ね、省く人がおるんだよね。いますね。このやっぱこの一番手先からこのまっすぐ下ろしてきて、ちょっとだけやるとか、でもちゃんと全部やったったりとか、この捨てテープもね、紙テープちゃんと一回入れたりとかね、しっかりしろやん。徹底します。はい、はい、じゃあ実際に塗ってもらいます。はい、1回目はハケも取るんですけど、うん、2回目もまた一応全部ハケ取って、うん、はいはいはい、一応これはもう1回塗ってる状態で乾い、うんうん、完璧にもう乾いてる状態で、そうだね、うん、やっぱこの軒天も完璧に乾いてから塗らないとムラになるんで、一応ちゃんと乾いて確認して。なるほどね。はい、ハフって言うんですけど、このハフの裏側の裏側、はい、裏、あ、見えますかね。ここが入らないんですよ、ローラーで塗って。ここが隙間とかがあるもんで、うんうん、ここを先にもハケを最初取って、うん、で一応ここから始まるとして、うん、ハケ1本分先に走っていって、うんうんうん、ほうほうほう、でったらここの間も全部入っていくんで、返しも、うん、で先にハケ、はいはい、を取って、うん、でまあ、壁側の方は、うん、いつも置いて、うん、ローラーで塗っていって入るんで、うん、こっちはハケは今回はいらないです、うん、いる場合もあるんですけど、今回は、まあ、目地がね、深かったり、ね、はい、深かったりしたら段差があったりとかね、大丈夫です、ね、木腐っとんだ、これ腐ってますね。で、ね、ここはまた補修自分たちでしますね、うん、で大変だね、塗装班。大変ですね。やることが本当に誰かが誰がおらんもんで。寂しい。はい。寂しい。いや、そんなことないです。寂しい。はい。寂しいっす。言わせるトルコ。ちょこちょこなんか LINE とかね、電話みんなくれるもんで、ちょっと嬉しいわね。で、今ハケが終わったんで、うん、次はローラーの作業なんですけど、うん、最初にもうドバッてつけちゃったら、うん、軒天なんで、うん、もう下にポトポト凍れちゃうんで。一応まあ、うん、ここの内側でしごいて、うん、端っこからとかやる人がいるんですけど、うん、端っこにやったらもうこっちにネタが溜まっちゃって、こっちに内側に行くにつれて薄くなるんで、うんうんうん、基本真ん中に最初広げていって、うん、ほうほうほう。この湿気の音がいいよね、音が。ASMR ASMR わかる、この音がね、これ気持ちいいですね。結構気持ちいいっていう方がね多いんだわ。気持ちいいですね。あ、でもつなぎを伸ばすんだ。そうですね、ここでやっぱ切っちゃったら、うん、ここに段差ができちゃうんで、うん、絶対その塗るペース決めて、うん、最後にちょっと伸ばしてあげて次に移動して塗るって感じで、うん、はい、こっちの内側にもローラー当てたら、うん、ネタがついたままなんで。あ、そうやね、段差ができてるもんね今、はい、これがここできてます。これも、うん、まあハケで
ちょっとついてないハケで伸ばしていって、はい、もう消して、うん、これがねあるとみっともないんだよね。ちょっともう上塗やっぱ壁塗っていった時に一番ここだけはもう厚みがついちゃって、うん、もうやっぱ見栄えが悪くなるんで、そうそうそう、で塗ってねここだけボコンってねなんかミミズみたいなのがはぶなりますね。で次にどうしてでここのつなぎがあるもんで、ね、急がなあかんねや。そうなんですよ、急がないといけないっすよ。でも変に欲張ったら、うん、後で大変なんで本当にもう、うんうんうん、いける範囲でいける範囲はいいける範囲を材料伸ばしすぎは良くないと。良くないですね、うん、伸ばしたところで、うん、全然やっぱ厚みもつかんし、うん、また透けちゃうんで。そうだよ、ね、結構白なんで色が相当白いもんね。結構白いです。大体 N90 が疲れるよね。疲れます。ちなみにそのローラーのサイズとかって結構意識しとんの？まあ大体基本使ってるのが 13mm のハエ の玉、このローラーですね、この部分なんですけど、うんうんうん、これはまあフラットなんでいいんですけど、うん、結構ボコボコなった軒点とかもあるんで、その時はやっぱ毛の長さ変えて一回塗って塗りやすい玉でやります。変えてきます。なるほどね。1回目と2回目の差って結構分かるの？ケースって分かりますね。1回目ちょっとどういうところが分かるの？とりあえず真っ先に返しを見ることですね、うん、返しがもう2回目と1回目の時点で全然違うんで、うん、もうこういうもう透けが出てる時点で絶対もう1回しか当ててないってことなんで、よく見たらここもう透け取るんですよね、うん、よく見たらなんかやっぱ元の色が出てるもんで、黒いのが透けて見えると思うんですけど、これがもう一発って証なんだ。証ですね。これ2回目塗るには絶対角まで塗らない、ね、はい、絶対角まで入り込んで塗るんで、うん、ちなみにあの結構ねこれケース膜厚つけちゃうとコーキングの部分割れちゃうんだわ。ああ、一発ひび入ります。1回で分厚く塗ってごまかそうとして、なんていうの、こういう柔らかい弾力性のあるゴムの上とかコーキングの上とかに塗っちゃうと割れてくるんだよね。きますね。で、そうそうそう、そこでライン、なので薄いちょっと薄めのやつを2発入れるとね。そうですね、まあ、薄すぎもダメだけど、いいここはもう合わせてやっていって、ね、じゃないとラインも取るときにも一緒に剥がれてきちゃいます。そうだよね、テープが。あ、そうそうそう、ここに紙テープ貼るんですけど、そうですね、剥がれてきます。剥がれてきちゃうんだよね、ケースがね。そうですね。でもね、まあ2回ちゃんと塗らなかったから。そうです。なるほどね。ハケだけ俺回ったのか。あ、はい。あー、久々にハケ久々にハケも寺西職長が久しぶりだ、それなんかそうあ、先生ちょっと早い早い、はい、はい、あ、ちょっと腕が鈍っとですね違うね、体が覚えてるつもりだった1ヶ月ぐらい出てないね、もう現場早いですね。1ヶ月以上か、出てないの1ヶ月中、あ、そうですね。そうだよね、11月何日から現場終わって、あと手伝いぐらいしか行けないもんね。でおかげさまでね、ちょっと他のチャンネルの YouTuber さんとコラボが1個決まりまして、そう、それも職人系なんだけど、結構大きい会社さん。そう、従業員もすごいいる。すごいですね、そこまで たどり着くっていうのがまずすごいですね。そうそうそう、なんかね、繋がって、で今度ちょっと遊びに行ってくんだけど、おそれが栃木県かな、多分栃木県か東京かどっちか。ザッザッ、まあ、でも結構軒天ってあれやね、ちょっとカメラさんちょっと寄ってほしいんですけど、全然これ飛んでない方、ペンキがちょっと見立てて、ね、カメラ近いな、近いな、はい、止まって止まって、近いな、近いな、映ってるのペンキが、この辺とかペンキ飛んでないよ、ね、大丈夫だって真面目なあの軒天の塗装の動画になっちゃったんですけど、はい、あのまあ大事なことだもんね。結構大事です。1回塗り2回塗りちゃんとする、あとはムラなくね塗装するってことはやっぱ大事なことなんで、はい、はい、じゃあまたちょっとね、今回ちょっと真面目系だったけど、まあ面白い企画とか、はい、ちょっと僕いろいろ今考えてるんで、あ、とんでもないことを、まあちょっと、まあ、今日ちらっと話して、そうですね、ちょっとびっくりしました、ちょっと面白いことをね考えてきてるもんで、ね、ぜひチャンネル登録ですね、そうですね、いいね、よろしくお願いします。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 はい、じゃあまた見てね。Yeah.